おはようございます。200番まで入ってる。じゃあ2番引きますんで。はい、お願いします。2番。全然ダメだよ。全然ダメ。誰だよ。カバネリ打つとか言ってたやつ。打てるわけねえじゃん。もうダメですね。もうダメ。もう何打つか決める？決められるわけないじゃんね。新鬼武者とか入ってないかな。ちょっと番組タイトルはこの後のオープニングがどういう感じになるかっていうのを楽しみにしてください。お願いします。これ間違ってたりするよ。ほらほら来た、ほら来た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 。そんな待つ道やろ。最短でまっすぐに来たぜ。俺たちシンフォギア完璧だよ。完璧。おはようございます。改めまして、入場抽選終わりましてね、入場のシーンが入って、もう見ての通り俺たちシンフォギアで、シンフォギア自体はちょっと7月以降 6.5 号機が出たおかげ、あとは番長ゼロがあるおかげで少し距離が空いてたんですけれども、まあ、僕のシンフォギアに対する愛情っていうのはやっぱ変わらないですから、なんだったら 6.5 号機入れちゃうとちょっとこれ順位が変動しちゃうかもしれないですけれども、6号機最強機種、それが俺たちシンフォギアだと思ってますんで、その辺を改めて再確認、まあ、改めて再確認というのは改めてっていう字と再びっていう字が重なってるから日本語としておかしいんですけれども、改めて再確認していきたいと思います。はい、いう感じですね。やりましょう、久しぶりに。はい、頑張ります。それでは戦記絶唱シンフォギア勇気の歌、存分に楽しんでまいりたいと思います。よろしくお願いします。あー、いい音。あー、一直線一マス目絶唱っていうのを見たいんですけどね。隣では見たことあるんですけど、ちょっと机は確認させて、机は本当確認させて。よしよしよし、使うね。はい、まあ普通ですね。木じゃなかっただけマシで、まあ相変わらずシンフォギアに関しては解析が全然出てないんですけれども、あ、高設定ほど、まあ、モード移行が優遇されてるがゆえのゲーム数でのチャンスゾーンが来やすいとはいえ、設定6でもあまり良くないモードを行ってしまうとしっかりとゲーム数でハマってしまいますん でそれを打ち破ってくれるのがレア役からのチャンスの当選ですね。これはもう高設定ほどチャンス目からとか強チェリーからとか、はい、強ベル36ゲーム、まあ、珍しいですよね。強ベルも一応強レア役と同じ役割とを認識してます。36ゲームなので、高設定を期待するんであれば、やっぱり強レアからしっかりチャンスゾーン刺さっててほしい。で、弱者でチャンスゾーンの高確率状態移行するんですけれども、まあ実戦上の結果としては内部降格を示唆する水着ステージと実際の内部降格完全リンクってわけではなさそうなんで、まあ、一番いいパターンとしては弱地へ引いた直後に強烈薬っていうのがもう最高ですよね。で、なんでも今度ね、シンフォギアの声優さん集めた
ライブが横浜アリーナであるとか、そのやっぱり戦記絶唱、もう歌をモチーフにしたアニメコンテンツでございますんでね、やっぱすごいですよね、その盛り上がりが。シンフォギア系の歌でもうライブができちゃう、しかもその場所が横浜アリーナっていうんだから、ファンに、まあ勝つっちゃ勝つし、負けるっちゃ負けるかな。そんな甘くはないよね、はい。でまあ触れ込みで150ゲーム以内にゲーム数でチャンスゾーン 65% の割合で1でも来るよっていう、ここはしっかりと指していきたいですよね。で僕がシンフォギアを打ち始めたのが今年の5月なんですけれども、まあ、その当時はおそらくそこまで設定入ってなかった、なんだったら設定1か2しか打ったことなかったんですけど、まあ打てば勝つ、打てば勝つ、連戦連勝だったんですよ。でまあその勝ってた理由っていうのは、まず150ゲーム以内にチャンスゾーン引けて、かつそのチャンスゾーンをしっかりさせてたものにできてた。やっぱ負けようがないんですよね、そうなると。でそれから1ヶ月ぐらいしてからですね、ちょいちょい4以上確定の画面が出る台を打てるようになり、そうなると逆に勝てなくなったんですよ。で、まあ、理由は150ゲーム以内にチャンスゾーン入らないし、入ったチャンスゾーンをうまくできないしっていう。だからシンフォギアで勝つためには、まあ、設定を狙うのはもちろんなんですけど、その設定差のない部分ですよね。150ゲーム以内にチャンスゾーンを引く、チャンスゾーンをしっかりものにする、この2つだと思うんですよ、まずはね。まあ、それ以外の部分で AT が継続しないとか、ね、いろいろあるとは思いますけど、基本はチャンスゾーンをものにする、これなんですよね。はい、あいにくな感じでございます、153ゲーム、はい。で、もうこれも実践上多くの俺たちシンフォギアが言ってることですけれども、チャンスゾーン終了時におそらく最終決戦の突入抽選が行われる。でこれ高設定ほど高いと言われているので、この後ちょっと数ゲームは様子見た方がいい。今僕様子見た方がいいって言いましたけど、どういうことかっていうと、まだ一番右の台が空いてるんですよ。これ空いてますよね、空いてます。貪欲に行きますよ、こんなのはね、貪欲に行かなきゃダメ、ちょっと小賢しく行きます、小賢しく行きますよ、ここ頑張ろうね、さあそれでは気分を新たに2台目参りたいと思います。まあ一直線ゲームは取ってった方がいいってところをお見せしますんで、ね、いや早いんだよ、早いんだよ、前は。よしよしよし、いいぜ、セクシーだぜ、セクシーだぜ。ナイスだぜ、ダイナマイトだぜ。トゥモーローだぜ、トゥモーローだぜ、来てるぜ。あーいいね、もういいね、もういいね、ふぅ、レッツゴー、レッツゴー、見えたぜ。愛してるぜ、愛してるぜ、愛してるぜ。さああと1つ2つ3つ、 OK。 さあここからしっかりと打ち抜いていきましょう、
アロー。アロー。ああ惜しい。ああまず19-20。ああ届かねえや。うーわまあいいわ。いやーナイストライ、ナイストライね、うん、ナイストライ、ナイストライ、開け、あー開かない、うー惜しい、なんかもう犬夜叉の六角出たって来た人がいるんですよね。まだ10時20分っすよ。あーもう犬夜叉開かない、あーもう犬夜叉開かない。まあいいわ、今日は久しぶりに翼さんとイチャイチャすんだ。とはいえ全然仲間が参戦してきてくれない。これでどうだ、よし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 、これレーク来てお願いします。あーだだ、でも長くない？ちょっと長いよね。もう154、全勝認識してから35ゲーム、これはちょっと、うん、そうだよね、よしよしよし、一応一定の成功は得たね、都合1万円でございます。さあ参りましょう、 GX バトル。久しぶりだな。はい、襲撃入ります。1000、 OK、 まあそうだよね、まあそうだよね、オーライセクシー、オーライセクシー、よし、そりゃそうだろう、そりゃそうだろうよ。2500、もう次倒したいな、次倒したい。ここまで来たら全て奥義で決めてるんで。あーダイナマイトボンバーだね。あもう決まるねこれ、どうやら決まるね。あーダメか、500戦があるか。オッケー、決めよう、マリア。よし、パンチアウト、パンチアウト。さあこれはもう実戦上継続率優遇されるってことで良さそうなんで、ロング継続いきましょう。さあこれが俺たちシンフォギアだ。ここ大事だよね、4戦目マリアで勝ってますんで継続率 70% 期待。まあピンチだよね、ピンチ。ただこれって北斗と一緒で継続率高い時の方がキリちゃんたちで逆転パターンっていうのを選ぶという実戦上の結果出てますんで、ここで勝てば、まあ、ここは勝ちやすいんだけどね、言うて1戦目なんでって言ってて負けたら嫌だな。ね、あこれだから要は豪商派復活みたいなイメージとして
ってること全然わかりません。もうおじさんには辛い言葉だよね、言ってること全然わかりませんとか。本当ここ本当中押すか右押すかセンス問われるよね。まあ右に絶勝狙っちゃうんだけど俺は。はい、この時点でジャックチェリー濃厚。天才じゃない？これ弱チェだよね。5パー引いた。これ天才だろ。ファーストレア役弱チェで5パーぶっ刺し。もう天才としか言いようがない。まあ、俺たちシンフォギアは俺たち天才になれるかのゲームだと思ってますので、今結構大事なこと言いましたよ。俺たちシンフォギアは俺たち天才になるためのゲーム。そして誰でもいつでも天才になれる。それがの俺たちシンフォギア。いいよ、セクシーだよ。さあ3勝目 GX 降格を目指して。よっしゃ、あー弱者引いたばっかりに GX 降格の煽りが。間違っちゃえ、ダメか。あ、思い出した、俺チェリー出た時右リール絶勝狙いじゃないや、赤7だわ。なんせさ8月頭に1回シンフォギア打って以来1ヶ月以上ぶりだからね打つの。さすがに。さあこれで実質3セット継続あるぜ、継続率あるぜ。さあここちょっと大事だな。ああ、いいね、ここに来て期待度上から2番目翼さん&ブルーコンバセーション。翼は俺のと心よ。マンダム。あ、え、あ、うわー、ちょっと痛い。翼さん負けるは痛いわ。今地方受賞。あ、暑いなこれ。どうした、どうした。あ、これ行ったね、とりあえず行ってはいそう。え、こちらも実戦場でございますけれども、地方受賞と引き戻し抽選からの要は GX バトル引き戻し、高設定ほど精鋭、そして GX バトルとつながりやすいです。GX バトルまで行きそうな雰囲気感はあるね。となると GX バトルで満足するんではなく、その GX バトルでいかに絶勝につなげられるかってところをやっぱ思い馳せていった方がいいですよね。契約して、あ、はい、4人来てきましたね。4人来た時点での公式発表期待度 80% となってますんで、ここはもういかに絶勝までつなげるかってことイメージしていきましょう。あー、かわいい、キモ。あー、ちょっとワンチャン危ねえな、チャンスアッパー出てねえぞ。あー、ダメか。あ、これはちょっと高設定厳しいな。ちょっと高設定厳しいわ。
な。とはいえチャンスゾーンをしっかり入れる、チャンスゾーンをしっかり刺す、この2つさえできれば仮に設定1でも結果が出るってところをお見せしますよ、であるなら、いやー今言おうと思ったんだよ、木はやめてって、木はやめてって言おうと思ったの。ゲーム数的にはまだあと4ゲームぐらいあるんで、よし流れろ、よしチャンス来い。あー結構今の熱いパターンなんだけど、流れろ、よしこれは来たの、参戦、ナイス、よしよしよし、150ゲーム以内 65% しっかりしっかり、こちらの準備はできている、弱者地味に窮地からの、うわこれは良くない、ちょっとね、末尾1の台に移動したいと思います。はい、210全長きました。強いな、これは強いステージ、これは強い前兆ステージですね。サンキューシンフォギア、はい、11本目、はい、4-2-3戦期待度 80% での赤タイトル、ちょっと今強チャンスが引いたのが良くなかったけど、まあいいわ、もう一回引きゃいい、よし、245、表示で245、総投資11本ですね。弱チェから水着ステージ行かないのが気になるのよ、行かなすぎだろう、まあ、設定差があるうんぬんは分かってないけどね、今言ったね、これ正モード中に引いた弱チェから行ってますってことは、先ほど引いた弱チャンス目はおそらく広角弱チャンス目、はい、この正モードは弱チャンス目から12ゲーム目、この辺の全然静かでいて実は前兆中だったっていうところも俺たちシンフォギアの売りですよね、だからしっかり把握してると、あまだあるぞ、チャンスあるぞということを把握できるんですけど、だから知ってれば知ってるほど永遠に打てちゃうっていうのがちょっと危ないよね、うん、はい、これで15,000円、これ強い、この押し手は強い、はい、強チャンスが、ワンチャン広角強チャンスの可能性もあるから、あでもどうだろうな、あーもう一声欲しいんだよ、
チャンスアップ。可能性としては広角弱チャンス目で通ったか、もしくは強チャンス目で書き換わったか、まあいずれにせよ悪くないですね。悪くないです、完全に悪くない。そうそう、ちょっとね GX バトル中にレイアップ引いてないなっていう感じではあったわけ。暑いね、暑いね、暑いよね。うん、ちょっと挟んじゃおうかな。右レール赤7止めて、この時点で強チャンス目はリーチ目8枚役、すなわち絶勝で、絶勝を狙って中段に止まれば8枚役だったかな。リーチ目8枚役いくよ。あー今日チャンスね、惜しかったね。もう一個下だったらね絶勝だったんだけど、おお、まざけんなって。翼お前呼び捨てにするぞ。力、うっ、セクシー、十二分。あー、ダイナマイトですね。オーライ、おお、すげえなクリス、激やかよ。ちょっとローリングクラッシュ出したんだかな今。もう一発出すか。うまい、今のレバーやばい。はい、バイブレーションいただきました、サンキュー。これちょっとラウンド2の完全撃破、ちょっと継続率だいぶやばいね、だいぶやばい。俺たちシーフォギア、あー楽しい。投資15本、どうですかペルペルさん、少しは打ちたくなってくれましたか。どうですか。全然、お前ちょっとお前忖度とかしろよ。もう全然って笑いながら、もうそれもえ、これはさ、どこが気に入らない、筐体。じゃあ筐体が打ちやすかったらありあり。まあ確かにね、なんか分かるよ、言わんとしてることは分かる、なんかカチカチしてるよね、うん、俺もそういう時期あった、うん、ちょうどね20年前ぐらいからパチスロの筐体ってそのカタログに、やれ人間工学に基づいた作りをしています、あ、疲れを知りません、ノンストレスっていうのを歌い文句にして、パチスロのゲーム性以外にその筐体の打ちやすさを売りにしたパチスロが出始めたんですよ20年前ぐらい。何だったかな、だやっぱりその台を売るセールスポイントになるぐらいなんですよ、やっぱ台の打ちやすさっていうのはね。だまあ言わんとしてることは分かりますよ、まあ、言うて 5% なんだね。すごいじゃん。でこれはついね、どれに刺さってるかだよね。いずれにせよ赤扉はなかなか出ないですから激アツです。
さあどっち、なるほど、ジャックレイアクでの 5% を指したってことですね。今のはレバー叩いてブーンつって回り出したんで、待っていたのはこの瞬間演出の発生タイミングはレバーオンジでした。つまり外れもある、まあ、外れっていうのはレア役なんですけど、ちょっとここセンスですよね、まあ、多分弱チャンス目とかなんだけど、青7狙ってきます。青チェリー、この時点で弱チェオは8枚や、ね、弱チェ、でこれは弱者 5% 上乗せの煽り。さあおおすごいすごい、もう並びがめちゃめちゃ強い、上2つしかなかったよね。とはいえ確定ではないんで、さっき翼さんで負けてるし、油断はしないようにブルーコンバセーションからの強パターンは出てない。よし、オッケー、レッツゴー。そして大切な3戦目は GX 目降格チャンス、なんだったらもう GX 目降格だったらもうここでカットイン出現しやすくなってるんで、カットイン出ちゃうと強いよね。ああ、そう甘くはないよね。さあここも大切、あーこれも強いね、並びがもうほんごい強い。いやだからといって油断しないでいこう。あー継続率あるなって思った瞬間終わるってあるあるなんで、そろそろボーナスですよね、欲しいのは。ああデフォルトの並びになった。ああ危ない、頑張れ。いやー厳しいな、チャンスアップがない。よし、この逆転っていうのは継続率いい時ほど出やすい、まあ、もちろん継続するから出やすいっていう話もあるんだけど、ともあれですよ、ともあれ。いやーまたしてもチャンスアップ全然なし。これはどうだ、ダメだ、5セット、いやー弱い、これは弱いよ。投資は15本、でこの時点で2台目と条件は一緒になりましたね、これスイカね。で2台目はここで精鋭モード行くものの GX バトルは引き戻さなかったと。一方のこの台はどうでしょうね。ああ強い、これは強い、はい、引き戻しました。ってことは2台目よりも条件がいいで良さそうですね、はい、さあこれを決めないと引き戻しとは言えないんでね。
か。お、やりましたね。まあ最低限の終了画面。ちょっと周り見てくるよ。お、犬夜叉が開いてるぜ。ようやくちょっと秋台が出始めて犬夜叉開いたんですよ。俺たちシンフォギア的にもう一声いい挙動があったらやってもよかった。まあ正直言うと犬夜叉打ちたい俺は今。ということで俺たちシンフォギアはこの辺でお開きでございます。ありがとうございました。はい、でデータとしましてはですね、本日試行ボーナス4回引いて初当たり1回、まあ、それを考えるとちょっときつさはあるよね。高設定ほど試行ボーナスからの AT 当選率が高いってことを考えるとこの台3分の1ですから、まあ、6こと6ってことに関して言うとちょっと、厳しいかな、ともあれ打っていきたいと思います。犬バカです。ああいいね、もういいもん、もういい、すげえ落ち着く。360ゲーム、投手が34本。ああここ大事な局面が来た。勝ちました。はい、投手が34本、意外と低投手で済んだっていう感覚。さあこっからが腕の見せ場だぜ。まあ俺の勝ちだよ、全部分かってたから。くそ、14-3だよね。これでも外れたことあるんで、まあ2段階まで行けば。流れとしては完璧だよね、よし。逆にああチックショー、まあいいや、こういうのはね先にこういう日に全部出しちゃった方がいいから。はいはい、ダメです。はい、残り17枚です。はい、やめます。ということでございましてですね、犬バカあいにくこの地では2連敗という感じになりましたけど、まあただすごく設定は見えてますんで良かったんじゃないかな。はい、でも悔しいね、もうちょっと楽しいことしたかった。お疲れ様でした。ありがとうございました。あ、だいぶ俺やばいね、あったねこれね、意外と負けてないかもしれない、あ、全然あったね。あ、そう、いや、やめるよ、そのスタイルは変わりませんよ。はい、お疲れ様でした。最後だけどこうやって揉まれてんだよここで、こうやってな、大してお金使ってないから。はい、最後は必殺のボケもかましましてですね、34本 ×46 枚使って200枚流しというところで、まあトータルでプラスマイナス30本マイナス、眩しいね、マイナス30本ぐらいだったんですけれども、まあそれもこれも入場抽選200人中の150番っていうちょっと朝一のねあれがっていう、だなんだったら吉宗とか
サラリーマン番長2とかの3大機種行ってもよかったのかなと反省しつつも、まあ、シンフォギア粘ってもよかったかなとか反省しつつも、次回10月21日を楽しみに迎えたいと思います、はい、40% 期待度14分の3っていうのは、要はだって 20% にも 20% ちょっと超えるぐらいでしょ。それじゃ勝てるわけないんで、まあそうやって納得したいと思います。はい、終わります。お疲れ様でした。ありがとうございました。